はい、皆さんこんにちは。というわけでですね、今週ちょっとね、まあいろいろと大物のまあリリースもありましたけども、まあブランドコラボとかね、いろいろありましたけども、僕はちょっともうこの発売情報が流れた瞬間からもちょっとずっと狙ってた一足ものがこちらですね。このオレンジ色のナイキのボックス、これなんかこうナイキのヴィンテージとかのラインのシリーズでよく使われるタイプのね、薄いオレンジのボックスですね。こういう感じの引き体のナイキですね。で、ものがこちらです。ブレイザーミッド 77BNTG ヴィンテージですね。カラーがルシッドグリーン、とセールホワイトですね。いや、ブレイザーですよ。久しぶりですね、ブレイザー買うの。シュプリームのブレザー SB 以来かな。なわけで、ものがこちらです。ドン、そしてドンと、はい、ブレイザーミッド77ヴィンテージ。77っていう名前がついたのは多分初めてかなと思うんですけども、いやー、ほんとこのね、もう分からん人が見たらただの白と緑のナイキのスニーカーっていうやつですねなんですけど、これめちゃめちゃ渋くないですか。いやー、なんかもうこういうなんかいろいろこうブランドコラボとかでね、割とこう手の加わったモデルとかが結構もてはやされて、で、まあ、去年僕もね、年末のランキングで1位にしたようなリアクトエレメントみたいな新しいテクノロジーで、かつちょっとこうね、ごてっとした感じのデザインのものとかが割とこう人気がある中、オフホワイトとかね、中ではまあこういうね、もうド直球なヴィンテージっぽいもの、ヴィンテージのまあまさにもう復刻って感じのモデルをね、出してきてくれた、まあ、めちゃくちゃ嬉しくてね、もう本当にもう渋いっすね。いや、で、これと一緒に赤と、水色と、このグリーンとで、まあ、この3色出たんですけど、まあ、いろいろ悩んで、まあ、パッと見で一番かっこいいなと思ったのはブルーだったんですけど、まあ、ブルー、ノースブルーっぽかった感じだったんで、まあ、ブレイザーじゃなくても割とこのノースブルー系のスニーカーは持ってるしなっていうところで、で、赤も、まあ、ジョーダン1の赤メタがあるんで、まあいいかなみたいな感じがして、そしたら僕はあんまり緑系のスニーカーって持ってないんでね、まあそれもあるし、まあこの色味もかなり渋かったので、もうじゃあもう緑にしようということで緑を買ってきました。いやー、超かっこいいですねでは早速全体見てみましょう。つま先から見ていくとこんな感じ。つま先はこのトーキャップがあるタイプですね。ブレイザーいろいろまあ年代とかまあ復刻のタイミングとかでいろいろディテールが違うんですけど、これはまあまあオリジナル準拠になるのかな、このつま先のトーキャップがあるタイプですね。で、ここはちょっと濃いめのグレーっぽい感じの、まあカラー表記にはなかったですけど、グレーっぽい感じの毛足の長いスエード使われてますね。結構粗めで毛足の長いスエードが使われてます。で、あと他全体、あとこのねサイドパネルの今度この補強部分も、そのスエードになってて、あとは全体、スベスベのスムースレザーが使われてますね。張りがあってちょっとしっとりしてて、かなりいい感じの、レザーが使われてますね。ジョーダン1とかに使われるものよりも若干厚みがあって硬いような気がします。ですね。で、ここに小さいベンチレーションがポツポツとあって、で、この数種が、まあ、この数種のサイズとかでもいろいろブレイザーって、その復刻のタイミングとか、あと、まあ、年代でいろいろ違うんですけど、まあ、最近はこのずっと、あれですね、この大きめの数種が採用されてますね。2000年の頭ぐらいだったかな、2000年代の頭ぐらいだったと思うんですけど、に、こういうデカ数種のものが復刻されてから、割とこうコンスタントに、この大きいタイプの数種で出てますね。確か、シュプリームの、コラボで出た時のブレイザーも確か大きい数種でしたね。最近のブレイザー SB なんかも大体大きいような気がします。でこんな感じで、ここのくの字のステッチが入っていて、こんな感じになってますね。で、まあ、履き口のところだけ、このヒールカウンターだけこう、切り替えてパーツになってるんですけど、まあ、レザーの質にそんなに、でもちょっとここのが薄めかな。薄くて柔らかめのレザーが使われてますね。こんな感じですね。あと、履き口じゃないや、この紐の、シューレースホール周りも、ちょっと素材が違うな。ちょっと、すべすべ感が強いというか、こっちの、本体の方より、若干また、シワの少なめな張りのあるレザーが使われてます。色味も若干違いますね。またこのミッドソールが、いいですね。このミッドソールがちょっとセールカラー、ちょっとクリーム色っぽい色になってて、ちょっとヴィンテージっていう名前がついてるんでね、まあちょっと古臭いというか古着っぽいような感じになってます。昔このヴィンテージってつくラインだと、この汚し加工とか入っててそれがすごい嫌だったんですけど、
あの今回のね、あのヴィンテージっていう名前はついてるんですけど、こういうそういう汚し加工とかないんで、すごいいい感じですね。なんかデッドストックで綺麗なまま残ってたって感じの、仕上がりになってますね。で、内側見ていってもこんな感じ。まあまあ、ちょっとこのベンチレーションの数が違うぐらいで、あとは大体、あ、でもここのあれがないですね。ここの補強パーツがないですね。こっちが内側には。こんな感じです。内側の方がよりシンプルに見えますね。で、つま先から見ていくとこんな感じで、まあ、このトーキャップがやっぱりね、ちょっとデザインのアクセントにもなってますね。で、ここ、つま先部分には、あの、ベンチレーションとかがないです。なんで、まあ、割とこう、通気性とかあんま良くないんですけどね。あの、雨とか降ってきてもあんま濡れないでいいっちゃいいんですけど。で、割れてついてくる紐は、これ、あんまりこの、最近のナイキのものでは見かけない感じの、ちょっと細めで薄めで、ほんのりこれ、ワックスかかってんのかな？少しスベスベした感じの、細めで、なんかこう、ほんとそれこそ、昔のヴィンテージの、なんか、生地が痩せちゃった感じの紐っぽい質感にされたこの平紐がついてきます。これも若干クリーム色っぽい感じで、これ全体の雰囲気とすごいマッチしてて、この紐のチョイスすごいいいなって思いましたね。で、タンがナイロンなんですけど、タンのナイロンもなんかちょっとこう分かりづらいかな、トップで見た方が分かりやすいかな。もうなんか若干色がですね、俺中のスポンジの黄色が透けてるんで、ちょっとこうクリーム色が強い感じというかになってますね。これもなんかいい感じですね。で、タントップはナイキのロゴで R が一つのタイプですね。オレンジ色の数字が入ってます。ヒールがこんな感じで、ヒールカウンターのところにはこの、いわゆるなんていうんですかね、この縦ナイキっていうんですかね、が入ってまして、で、これあの、なんかプリントが剥げてるのかなと思ったんですよ。これちょっとよく見ていただくとわかると思うんですけど、このナイキのプリントが。これ剥げてるんじゃなくて、もともとこういうちょっとハゲたっぽいプリントがされてるみたいですね。お店で検品させてもらってる時もあれプリント剥げてんなって思ったんですけど、よく見たらこれもともとこういうプリントなんですね。あのこうポロポロ取れちゃってる感じじゃないんで、まあわざとこうね、それこそさっき言ったように綺麗なままデッドストックで残ってた感を出してるんでしょうね、これでね。アウトソール見ていくとこんな感じ。アウトソールはまあこういう感じの、まあ当時のバッシュによくある感じのヘリンボンパターンですね。あのスーパースターとかも似たような、アディダスのスーパースターとかも似たような感じのパターンになってるんですけど、こんな感じになってます。こんな感じでライニングはすごいこうすべすべのしっとりしてすごく肌触りのいいレザー使われてますね。で、インソールは白にグリーンのスーシュが、スーシュだけですね。もうナイキとかのロゴも何も入ってなくて、スーシュだけが入ってます。でちょっとタオル地みたいな感じの生地になってますね。こんな感じです。で、履き口周りにここのところに、ね、サイズ表記があったら嬉しかったような気がしたんですけど、これはちょっと残念ながらないですね。で、タンはこんな感じで、あの中のスポンジがはみ出てる、あの昔っぽい感じのタンになってます。はい、それではちょっと履いてみた感じをご覧ください。はい、履いてみるとこんな感じですね。いやー、めちゃくちゃ渋い、超かっこいいですね。もうなんか本当なんかヴィンテージのデッドストックをすごい状態いいものを手に入れて履いてるような感覚になりますね。これすげーかっこいい、うん、超渋いです。で、パッと見て分かる通り、まあ、カットがやっぱ高くて、で、この履き口が結構狭いんで、履くのはとても難儀しました。特に僕、この、紐、上の方まで締めるの好きなんですよね。まあ、これちょっと若干、右足は今ちょっと緩めてますけど、こっちは割とギュッと縛ってるんですけどね、左足は。こうやってギュッて縛り目で履くとですね、もう、全然足入んないです。一回やっぱまあ、この辺ぐらいまでは一回ダルダルにしてから、履かないと、足入れをしないと全然入らないぐらいですね。まあそれも人それぞれだとは思うんですけど、まあそれもね、履いてきたら馴染んでくると思います。皮が柔らかくなってきたら多分誰も履きやすくなると思います。で、あとこの紐がですね、やっぱちょっとこうそれを考慮したかわかんないですけど、すごいスベスベした素材なんで、こう紐を緩めて締めるのもすごい楽なんですね。スルスルできるんで、そこはすごいいいなと思いましたね。このアイレットとかが入ってない、入ってるわけでもないのに、スルスル紐が通るんで、これすごいいい感じですね。で、サイズ感ですけども、サイズ感、まあ、履き口は狭いんだけど、履いてしまえば、特段こう、きついなっていう感じではないですね。まあ、エアジョーダン1と比べると若干狭めで、このサイドも少しきつめですね。なんですけど、まあでも同じサイズで多分大丈夫だと思います。でも、そのジョーダン1を割とこうピチピチで、ぴったりめで履いてるっていう方だと、ちょっと厳しいかもしれないですね。ハーフアップ必要かもしれないです。サイズ、履いた感じとしては他のブランドのものと比べると、アディダスのキャンパスとかスーパースターとかあの辺か、プーマのスエードとか、スエードでも
90681の方ですね。あのちょっとまたラストが細い方、あっちに近いような感覚なんで、その辺を履いたことある方であればそのサイジングで大丈夫かなと思います。いやーめちゃくちゃかっこいいですよね。もうこのね、あの、まあ、好きな人にしか分かんない渋さっていうか、まあ、好きな人にしか分かんない良さっていうかね、こういうのある靴ってやっぱいいっすよね。もう完全に自己満足の世界ですけど、いやーかっこいいな。いやーダメだな、でもこれ他の色欲しくなっちゃうなこれ超かっこいいっす。はい、というわけで今日ご紹介したのはナイキブレイザーミッド、77ビンテージ、もう順番がちょっと分かんなくなってきたな、ブレイザーミッド77ビンテージですね。いやーほんとこれすごいなんか意表をついたタイミングで、ね、こういうものが出てきたっていうか、この日、まあ、一緒に発売になったのもフィアオブゴッドとのコラボモデルだったりとか、まあ、やっぱ、相変わらず、オフホワイトなんかはすごい、ね、オフホワイトコラボなんかは、話題の中心に来ますし、ね、新しいエアマックスなんかの話題も出てたりとか、あと、ハイパーアダプトの新しいタイプ、バッシュバージョンとか、そういうのをこうガンガンナイキも出してきてるんで、やっぱりこう、最新テクノロジーだったりとか、ちょっとこうハイテクっぽくて、ゴテッとしたモデル、古いモデルでもちょっとこう、なんか、いろいろこう要素を盛り込んで、ゴテゴテしたものとかをこう、押してる感じじゃないですか。いろいろ手の込んだものとか、もうやっぱコラボとか。そんな中で、こんなドシンプルでド直球な復刻モデル。もう復刻モデルらしい復刻モデルっていうか、こんなのまさかね、このタイミングで、打ち出してくると思わなかったんで、すごい逆に意表をつかれたっていうか、まあ、いつでもあるようなモデルではあるんですけど、逆にこういうのをこう押してくるんだと思って、なんかそういうところもなんかちょっと嬉しかったというか、久しぶりにこうリークとか先行発売、発売のその先行発表の画像とかを見て、なんかすごいドキワクワクしたというか、うわーと思って、これは買っとかなきゃいけないやつだなと思って、まあ、一緒にね、エアマックススクエアライトとか、いろいろ、チームコンテナもちょいちょい出てたんですけど、なんかもう、僕ちょっともう、これを見たらもうずっとこれのことしか頭になかったですね。まあ、プーマのクライドコートっていうモデルがその前に出て、まあ、それもすごい欲しかったんで、まあ、それは買えなかったんですけど、それも欲しかったんですけど、それとこれしかもうずっと考えてなかったですね、もう。いやー、かっこいいな、これ。ほんとね。これ絶対後々になって多分赤とか青とかも欲しくなってくるタイプのやつだと思うんですけど。まあね、まだこれから、今年も始まったばっかりなんでね。いろいろあるんで、これから、ちょっとここは一足でなんとか我慢したいなと思います。いやー、ほんと、これすごくいいモデルで、スニーカーズではすぐ売り切れちゃったんですけど、結構もう店頭はどこでもまだ余ってると思うんで、実際ちょっと手に取ってみて。素材の使い方とか色の感じとかもめちゃくちゃいいんで、実際ちょっと手に取ってみて、まあ、実物見てみてちょっとね、お考えいただくと、これ絶対ね、欲しくなっちゃう急ぐだと思います。ジョーダン1のオリジナルカラーとか好きな方だったら絶対ハマると思います。そんな感じですね。ご意見、ご感想、ご質問等ございましたら、下のコメント欄の方までお気軽にお寄せください。というわけで、今日ご紹介したのは、ナイキブレイザーミッド77ヴィンテージ、ホワイトとグリーンのカラーでした。最後までご覧いただいてありがとうございました。ではまたお会いいたしましょう。Peace.